イルジーノ・ノバークは、チェコのバイオリン奏者。パルドヴィツェシュー・ホルニー・イエレニー出身。4歳の頃からバイオリンを弾き、1929年に、プラハに移住して、プラハ音楽院でバイオリンを教えていたカレル・ホフマンに、弟子入りしたが、ホフマンが病に倒れたため、ミール・ライヒナーの下で、バイオリンの学習を続けた。1939年から、インドル・ジヒフェルドの下で研鑽を積み、 音楽院卒業後はしばらく、バーツラフ・ターリフヒ式科のチェコ室内管弦楽団のコンサートマスターの座をヨゼフ・ブラフと分け合った。1947年からスメタナ弦楽四重相談に第一、バイオリン奏者として加わり、四重相談の解散までその席を温めた。1969年からプラハ音楽院で更新の指導にも当たった。プラハにて没。 イルジーノバークディスコグスハット、バーチューバタグマール、プロマリウススメタノバクバルテタセ同時バ85レット。アルモニー、オリジナルの2019年7月19日時点におけるアーカイブ。http コロンスラッシュスラッシュアーカイブ .is スラッシュ g r d y w 二0 1 9年7月19日閲覧。ユニバージたかれる V プレイズ。 2019年7月19日時点のオリジナルよりアーカイブ2019年7月19日閲覧アーカイブ2019年4月28日ウェイバックマシンありがとうございます